ドゥブロブニク大学はドゥブロブニクに本部を置くクロアチアの公立大学である。2003年に設置された。ドゥブロブニク大学はドゥブロブニクに本部を置くクロアチア共和国の公立大学である。大学の設立は2003年でクロアチアの大学としては最も新しい。1996年前身となるポリテクニックが設立され、その後2003年に 完全な大学としての地位を確立した。大学設置以来、家庭、コースの様々な変遷があったが、海洋科学系の研究は一貫して強みを維持している。ドゥブロブニク大学は、海洋工学や造船学などの学問を授けてきた、歴代の様々な機関を起源に持っていて、少なくとも15世紀にまで遡ることができる。例えば、 現在のドゥブログニクであるラグサ共和国出身の学者で、複式簿記という言葉を世界で初めて用いた、ベネデット・コトルリは1458年に4冊の本を表し、それらは1573年にデーラ・マーカトラ、イーデル・メルカーン・テペルフェットという題で、ベネチアで出版された。また、同じくラグサ共和国出身のニコラ・ソルゴジェビックは、航海に関する書物を執筆した。 最初のクロアチア人だった。1624年、イエズス会は芸術や自然科学に関する公的な高等教育機関であるコレギウムラガサイナムを設立し、クロアチアで最も長い科学者で原子に関する新しい理論を発見したルジェル・ヨシプ・ボスコビッチに教育を授けた。2017年現在、学生数約2200の総合大学である。大学のモットーは、 ゼンパープリムス、ゼンパーメリアー、常に最小であれ、常によりよくあれ大学は7つの学部に分かれている。海洋沿岸研究所大学の府研究所。主な職所として、アドリア海及び海岸線の自然環境に関する研究、土地資源及び海水の品質に関する監督、植物及び動物種の実験的飼育、ロクルム島にある植物園の維持管理などを、 行っている。スフェシリースというダブラボニック、ハーバツカテクニカエンスレプディージャ。テクニーカ LZMK アワーズ、2020年8月9日閲覧。ユニバーシティ・オブ・ダブラボニック。ありがとうございます。